え？副長マーシン、久しぶり。びっくりした。ちょっと、え、あ、開いてない、いない、 あいつ待って、鍵あるから。すいません。どうしたんですか？大丈夫ですか？おはようございます。おはようございます。まだちょっとベロベロで。あ、今日飲んでた？そうそうそう。7時ぐらいまで。体調はどうなんですか？体調。いや、ベロベロです。ぐらいの感じ。いやいや、本当本当。本当にもういつ何時どうなるかわからなかった。なんでそんなプロレスラーみたいなこと言って。せっかく来ていただいたんで、今日お呼び出しいただいた目的とか趣旨みたいな。お呼び出し、あ、あの3月18日に、ほう、あの夕方18時から20時までのイベントにちょっと久しぶりに出させていただくという。ほう、それでちょっと。天狗さんと上手に出演していただきたいなって歌っていい。ちなみに歌舞伎もしかして リトルイサ歌舞伎が一番楽しみですけど、リトルイサ出るんですか？そうなんですよ。出します。うわー、リトルイサ出します。おお。久しぶりにライブっていうことなんで、ね、とリトルイッサー出します。おお。ね。ってことはダパンプさんのナンバー。ナンバーをやります。おお。まあそれでも結構適当ですよ。あ、適当っていうのは言い方悪いですけど、その。あの全てを再現っていう形ではないんですが、まあまあ一つのパフォーマンスのショーとしてちゃんと見せれるようなものを出します。これな、曲はナンバー決まってるんですか？そのダバンプさんのとか決まってます。はあ、でも言っちゃったらね、面白みもないんで。確かに、あの言わないですけど、そうです、イフとなんだっけ、We Can Stop the Music。 おお、やります。あとはね、またあの4月、5月、6月、7月、8月とか徐々にこう年をあの刻んでいくときに、年をこういうとき年を刻んでいくっていうの言わないよね。イベントできればな、また時間があるときにと思ってます。まあ、自分がちょっとまあまあ今こうやってお店やらさせていただく中で、まあ、それと同時進行じゃないですけど、まあまあやってたことを逆にやらずにはそんなんじゃないかなと、 やってた方がいいでしょうと、今までずっとやってきたことなのでいうところで、今あの、あ、じゃあちょっとまあまあやってみたいなっていうところで収まりました。今から
練習頑張ります。メロディアパッチをリアル感じたと思います。なんとなく分かりました。うん、いいリズムでね。そうそうそうっていうあれだと思います。メロディアメロディアメロディアパッチをメロディアパッチをリアルフォーリアル。えいえい、あのこうっていうよりはこっからこう向く。アウサイドをシュール、そうそうそう、シュール、それです。はい、アウサイドをはい、お疲れ様でした。お疲れ様です。結構、あーすごい、だいぶ目覚めました。抜けました、お酒ね。最初来た時酔ってたからね。この酔ってる時と酔ってない時のこのトークの面白くなささがちょっと。別人ですか。別人です。不定休って言いながらめちゃめちゃ休んでるからね。まあ不定休ですからね。うん、ちょっと考えなあかんなと思ってるんですけど、容量が悪いというか。なるほど。スタッフに入っていただけたらいいんですけど、スタッフ募集しておりますので。あ、そうなんだ。あの概要欄の方に連絡していただければ。そうです、インスタ DM 概要欄に。どうしますか、あの山さんの電話番号載せておきます。あの電話番号とあと住所はい、あ、いや電話はやっぱりちょっとプライベートなんで。ふるとりあえずインスタ、インスタ載せておきましょうか。よければスタッフさん募集ってことですか。そう、スタッフ募集したいですよ。あ、どんな方とかありますか。なんかこれでこんなクソ YouTube でね、全然あの来るとは思ってないんですけど、まあ、だからまあとりあえずでももしよければ興味あれば。どんな方に来てほしいですか。そうですね、ユミコみたいな、近所ユミコみたいな、あの綺麗な女性が入ってくれればいいんじゃないですか。あと日がなつきちゃんとかなので、ちょっと募集してるので。分かりました。じゃあ本番までまたリハで集まりましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。